ゆいかのラーメンの動画みんな見てみて。え、お前らラーメン噛んで食べるの？バカだ、わかってねえな、って。ズレ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 って、なんていうの？蛇と一緒でさ、多分あれだ、なんていうの？喉の締まりとかねえんだろうな、そのまま流し込んでたから。あの、マジックでさ、剣をそのまま飲むみたいな感じで。ゆいかコンビニのおにぎりを、一口で丸飲みちょっと見ていいか。音ちっちゃいな。すげえな。なんで、ヘビじゃん、だってヘビ。何このさ、この命令初めて聞いたよ。いろんな罵詈雑言書かれるけどさ、韓国柴犬でググれば分かった。深い闇に入っていくか、今日時間あるし。あ、あれ、あれな、なんだっけ、加藤純一ニュースのコーナーだ。今からちょっと、あれしようぜ。30分間、加藤純一、ニュース UNK やるわ。山口県にあるペットショップが、俺アナウンサーになりたかったからさ、中学校の時。山口県にあるペットショップが、韓国にはもう柴犬を譲らないと宣言した。店は韓国人客向けのブログで、基本的なマナーを備えていない客がいると指摘。韓国ネットではマナーを守らない韓国人客に批判の声が多く寄せられた。どういう事件が起きたんだろうな。韓国で綴られた同ブログには、昨年1月、柴犬、ハルマを最後に、韓国には譲りません、との見出しでメッセージが掲載された。これによると、店側は、毎日数人の方から譲ってほしいとの問い合わせが続いているが、基本的なマナーを備えていない方々のおかげで傷ついてきた、という、ある女性客は、飼っている犬が大きすぎて排泄物が多いとの理由で、犬の買い替えを希望。これに対し、店が提供を拒んだところ、サイトに険悪なコメントを投稿し始めたそうだ。また、韓国の客の手に渡った同店の柴犬が飼い主の個人的な事情で育てられなくなったとの連絡を受けた例もあるとのこと。店は韓国での飼育を放棄された犬の相当数が良くない結末を迎えるということを知っているとし、日本でいずれば幸せに生きている、いける子たちを何が惜しくて韓国に譲って苦痛を与えるんだ。過去必要があるのかという気がすると打ち明けた。この記事を読んだ韓国のネットユーザーからは、提供中止を決断するなんてよほどの切羽詰まった状況だったんだろう。動物を愛する者として決断に敬意を表すと。と、店の対応に理解を示す声のほか、記事を読んでるこっちが恥ずかしい。国の恥さらし。でも、もともと韓国なんて、そういう国だと思ってんだけど、こっちは。別に、普通、チンパンジーが犯罪を犯すみたいな感じで、パン君に殴られて、ああだこうだ。別に韓国なんてこんなもんなんじゃねえの。韓国人はいつも日本の悪口ばかりなのに、市民意識は日本人の半分にも達していないなど、マナーを守らない韓国人が、ようやく、理解を示したんだ。なるほどな。その他にも街に溢れる捨て犬を見ると犬を食べようが食べまいが韓国は犬が住むには好ましくない国であることがある。犬を食べようが食べまい、まあ。韓国はまだ未成熟な国であることを認めざるを得ない。おー！ようやくか！ようやく来たな！ツイートすかこれ。フォーコリアン。なるほど。悲しいニュースですね。これは、ちょっとやっぱ愛犬家の加藤純一とすれば、なかなかいたたまれない、心が痛くなるようなニュースでした。続きまして。5月オリックス3勝19敗見よう。続いてのコーナーはスポーツです。加藤さん！ちょっと待ってな。5月のオリックスの、は3勝19敗。このようなスケジュールになっております。2日、7日、16日以外は全部負けてます。千葉ロッテマリーンズが今ちょっと取り出されてますが、オリックスも相当数負けてます。4月15勝7敗、5月3勝19敗。どうしてこうなったのかと、ファンから悲鳴が上がっています。以上、スポーツのコーナーでした。エレベーター41時間でググれ。あ、いいね、いいニュース来た。それでは続いてのニュースです。41時間。
閉じ込められてる人の動画が届きました。お、すげえ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 。え、これネタなの？ネタとかいらねえわ。報道、報道の民として俺はちゃんとした真実を伝えたい。不適切な表現がありましたことをお詫び申し上げます。ロシアで7月から始まるリアルバトルロワイヤルのニュースいいね。続きまして。殺人レイプもガン無視、ロシアのヤバすぎるサバイバル番組が、なんと物議を醸し出していると。物議を醸している。男女30人がマイナス40度のシベリア荒野で9ヶ月のサバイバル生活を行い、その模様を24時間配信するオンライン番組、ゲーム2ウィンターが2017年夏からスタートする。番組は、公式サイトにて、世界中から閲覧することが可能。シベリアのプレイエリア内に設置された2000台の定点カメラと、プレイヤーそれぞれに与えられたカメラからの映像が配信される。かつてハンガーゲームだよね。ハンガーゲームやバトルロワイヤルで描かれてきた他人を蹴落として生き残るというゲーム的な世界観がとうとう現実にやってくるのだろうか。公開されているゲームのルールや主催者の発言も物議を醸しており、ロシア市民の間ではもちろん、世界的に懸念の声が上がっている。なんなのこれ。要は何でもありだけどやってみようぜみたいな。やらせ番組なんじゃねえの結局。さすがに台本あるよな。本番組が話題になっている一番の理由、コンセプトはもちろんだが、ゲームのルールの過激さにある。まず本番組に参加するプレイヤーは、今年の夏の番組スタートまでにロシアの特殊部隊要員からサバイバル訓練をある程度受ける必要がある。このある程度がどれだけの意味を持つ言葉なのかは未だに明らかにされていないが、9ヶ月のサバイバル生活を乗り越えるためには相当の体力と忍耐力、そして戦闘力を養う必要があるのは言うまでもない。そして交わさなければいけない契約事項もある。番組中にでの犯罪が発覚した際にはその逮捕に応じる。当たり前じゃねえか。バカなんじゃねえの、ロシア。バカなんじゃねえの。応じない場合があるの。番組中に本人が死亡しても番組側は一切の責任を負わない。この二つの契約はかなり乱暴な捉え方をすれば、カメラに映っていなければ何をしてもいいということを意味する。殺人、暴力、飲酒、強姦も全てバレなければ OK。しかし主催者側にそれらの事実が発覚した場合には、当然ながらロシアの法律に基づき採用されることになる。へぇー。2億円だって買ったら、でもロシア人はちょっときついよな。ロシア人きつくない？勝つの。無理だよな。無理だな。まあ、ちょっと温かく見守る感じで。で、なんか面白そうだったら、俺がパロールは。あ、立山のサメなんかあんの？気になるね。まあ、もともとサメが多いんだよな。ん？千葉県立山市の沖合定期網で、幻のサメ、メガマウスザメ捕獲。絶対嘘だろ。本当にメガマウス釣れたの？メガマウスってあの深海魚でしょ？え？釣れたの？やば。え、動画検索しよう。立山ってもともとね、サメ多いんだよ。すっごい。あ、すげえ。なんで千葉の沖、千葉立山って言えばバカ誰が、この野郎。すげえ！
おい、釣りに行こうぜ、俺たちも、メガマウス。メガマウス食おうぜ、みんなで。おい、バレねえだろ。メガマウス食うわ。知らねえし、俺、教養がねえから食っちまいましたよ、つって。すげえ。これ、口ふわーって開けるやつだよね。マイシャンみてえな口してるやつだよな。歯茎ニョッキーみてえな。すげえ、生きてるじゃん。これ幻の深海魚でしょ。へえ。やば。メガマウスザメは全長 5.6 メートル。全長 5.6 メートルで巨大な口が特徴のサメ。沖縄美ら海水族館を運営する一般財団法人沖縄美ら海財団によると、1976年に発見されたジンベエザメやウバザメと同じようにプランクトンを食べる数少ないサメだが、目撃例や捕獲例が少なく幻のサメと呼ばれている。その幻のサメがなんと千葉県の館山市の沖合取れました。皆さんぜひ館山へお越しください。あんなにガチャガチャしてんのにあれなんだ、プランクトン食うんだ。ぜひ皆様、館山にお越しください。メガマウスを見に。これ、ちょっとコンプライアンスの関係で皆さん、おのおの見てください。関東連合の幹部同士が太鼓の達人で大激突。見てー見てー、コンプライアンスの、当局の、コンプライアンスの兼ね合いで見れませんが、皆さん、おのおの、ニュースだけ速報。今、テロップで入ったな。関東連合幹部、太鼓の達人で大激突。今、テロップが入りました。うちのコンプライアンス的に無理なんで。小学生の流行、あ、いいね。おはスタみたいな感じで、小学生の流行のコーナー。道路に飛び出す度胸試しが子供たちの間で流行を遭遇した人、これ俺もやってたよ。俺もやってたよ。ロロノアゾロがさ、剣取るときにポーンって上に投げて腕をサッて出しただろ。俺が、その時やって、十字路を、車の往来が激しい道路を、目つぶってチャリンコに乗って突撃するっていうコーナーがあって、そういうコーナーがあったんだよ。大人気コーナーが。で、俺たちの理由は、俺たちが生きていく、にふさわしい人間かどうか試すっていう、そういう理由でやってました。やる際は個人の責任でやってください。捕獲された幻の巨大ザメメガマウス死ぬ。ちょっと待って、今速報が入ってきた。ちょっと今速報が入ってきた。待って、ニュース速報が入ってきた。先ほど、捕獲されたメガマウスなんですけど、千葉県定期網にかかった幻の巨大ザメメガマウスが23日、海底に横たわって死んでいることが確認されました。水族館の関係者らが集まって今後の対応を話し合っていると、とのことです。関係者は、前日の様子だとどんどん元気になっていくのかなと思っていただけに残念ですと。なるほどな。死にました。先ほど捕まったサメが。やっぱ生きていけねえだろうな。こういうな。ちょっともう一回見して。でかっ！やばくない？え、なんでそんな、もうそっとしといてやれよ、お前。俺が品川水族館で見たマンボウこんな角度で泳いでたぞ。今、感激しました。大きな夢。あ、さかなクン、会えたんだ、メガマウスに。どうですか？今ですね。優雅に、ゆったりと、ゆったりと、本当に美しい泳ぎで、可愛いこと。へぇー。感動の再会を果たしたらしいですよ。メガマウス、三重でも撮れる。メガマウス結構、そこら中で撮れるじゃねえかよ。全然なんか、幻でもクソもねえじゃねえかよ。ダルビッシュみたいな感じじゃねん。なんか、宮城のダルビッシュとかさ。結構撮れるらしい、メガマウスは。おっと、そろそろお時間となってしまいました。以上、報道のコーナーでした。ありがとうございました。皆さん今日もいろんなニュースを提供いただきました。ありがとうございます。過半数メガマウスのことについてお話しさせていただきましたが、以上、ニュース UNK の
また来週この時間にお会いしましょう。あ、天気予報。なんか今日寒くない？俺の天気予報。今日寒くない？以上。さっき外出たら寒かった。意外と寒い。今日の天気予報、5月は意外と寒い。明日は意外と暑い。あともうすぐ梅雨が来る。以上。それぐらいでいいんだよ、天気予報なんて。なんか、成功到底だの。いろいろあるだろうけど、百発百中だから、うちの天気予報は。